やっぱりすごくフィニッシュした瞬間すごく嬉しかったですしやっぱり感情が爆発しましたでその後やっぱりメダルをかけてもらって多くの人から祝福のメッセージをいただいてじわじわとさらに喜びがこみ上げてきてきおります私はあのメダルレースをフィニッシュした後はなかなか実感が湧かなくて岡田選手のように爆発的な喜びを表すことはできなかったんですけどメダルをかけてもらってこの重みを感じて 実感をすることができました。